2023年、3月23日。まあ、これは、芸能界とか、まあ、まあ、国会議員の方たちは知ってると思うし、まあ、もしかしたらもう忘れちゃってるかもしれないし、地方議員の方たち、や、知事、市長含めて、伝えといて、まあ、経済界にも伝えといてほしいんですけども、麻生太郎さんが、今から5年以上前に、まあ、場所は国会だと思うんですけども、こう言ってくれてるんですよ。僕のことですよ。あいつっては言ってくれてるんですけども、絶対僕のことだと思います。いいか、お前ら絶対あいつの勢い止めんじゃねえぞって。ね、もうしてることの内容の重要性が、ものすごく重要度が高いでしょう。その世界的に見てもね。で、そこから先には新しい新時代というものがあって、世界上の友好関係も含めてね、絶対みんな僕の動き止めたらダメですよ。協力してくださいよ。そんまにジャニーズに入ったぐらいで調子乗って、この淡いケースに向かって、敬語使わんどころか男4人で待ち伏せして絡んできて、足元手前にツアーペーって入ってきて、ごちゃごちゃ言うてきよると。で、僕も暴力振るったらあかんっていうことも、あるし、まあ、体そこまで鍛えてないから、もう、年齢も年齢ですし、こういうことにばかり取り組んでるから、そんなに体鍛え込む時間はない。だけども、まあ、筋トレ程度とかだったら、もう朝からすぐに、腹筋を出て、背筋30回ずつ、すぐに1セットして、次、2セット目とか、まあ、あと次、走りに行ってとか、まあ、それぐらいのことはしてるんですけども、昔のね、秀和株式会社で働いていた時のような、人間離れした、腕力。僕、本当に、その時の、筋力だったら、間違いなく、金属バットですけども、ソフトボールで、野球場の球場でホームランできます。身長170センチぐらいしかないのに、そんな筋肉つけたんです。そんな筋肉つけてたんですよ。まあ、パンチングマシンの威力130、前世紀の頃だったら多分135ぐらいです。筋力量が、前世紀は2月ぐらいなんですけども、その灯油のね、売り上げの、比率。まあ、要するに、労働力で生まれている筋肉ですから、重い灯油缶を運び回ってね、うちに行ったパンチングマシンが、まあ結局仕事のシーズンが、3月いっぱい終わるんですけども、まあ4月入って、まあタンクローリーを清掃したりとか、まあいろんな地下タンクの清掃とか、いろんな、まあ書類関係のことを最後の最終的なことを行って、まあ終わってからみんなで、まあ打ち上げみたいな形かな。で、まあちょっとゲームセンターみんなで寄ってみようかっていうことで、で、パンチングマシンみんな一体どれぐらいいいかなみたいなところでね、してみたんですよ。その時の数字は僕129だったんですよ。だからもう筋力量が、一番ついてる2月の頃じゃなくて129だったから、多分135ぐらいの威力出ると思います。で、これはボクシングの2階級制覇か3階級制覇、当時は珍しかったんですけども、畠山憲孝さん、人がプロボクサーですよ。プロボクサーめちゃめちゃパンチ打つのうまいから、威力あるんですよ。体、僕と同じぐらいの大きさだと思うんですけどね。128か9なんですよね。まあ、ただ僕の場合はね、助走して走りに行って5メートルぐらいのね、グローブ盗まれたらあかんから、ちゃんと強力なロープでそのパンチングマシンにくくりつけられてるんですけど、その助走をつけてね、のパンチですけども、まあ、135という、まあ、多分それぐらいの威力だと思います。助走なしでそのバッて打ったら、まあ、その最盛期の筋力だったら、まあ、その130ぐらい出るかな、どうかな、ぐらいだと思うんですけどね。まあ、もうそんな筋力今つけてないから、まあ、本当にね、テレビに出たぐらいで調子乗ってる連中山ほどいて、で、それで木村拓哉さんにね、ちょっと来てほしくて、ちょっとジャニーズの数あんだけ増えたら、絶対変なやつ混じるから、それに何かあった時にね、ちょっと、木村拓哉さんの方から叱っておいてもらいますって、テレビ見たらわかるから、木村拓哉さんが、来ただけで、後輩基本的にペコペコなってるから、ね、学校教育で学ぶ、
後輩と先輩の、あの部活の縦社会があるじゃないですか。まあ会社入っても同じような先輩後輩の縦社会ってあると思うんですけども、ちょっとそれぐらいでね、もういちいちそんなことで裁判したらもう僕も家の中書類だらけになるから勘弁してくれっていう子なんですよ。本当に。もうそっちが菓子折りでもつけてね、持ってきて謝るのが筋なんでしょうけども、ジャニーズがね。本当に何人もいますから、もうそのうち僕、もし筋肉をつけまくってて、僕42歳の頃、再びトレーニングした時に、いちいちどれぐらいのトレーニング量をしてたかって言ったら、ワンセットでね、300メートルから400メートルのダッシュと、腹筋腕立て、背筋もその時はしなかったかな、15回ずつと、全力の素振りを50回と、懸垂3回、これを1日で10セット行ってるんです。いいですか？素振り1日全力で500スイング、懸垂トータルで30回、腹筋腕立て150回ずつ、走り込みがトータルで3キロから4キロ。だいたいこれぐらいのトレーニングするのに6時間ぐらいかかるし、まだあと何本でもいけるかなっていうぐらいの、体力で、だからもう体つきも42歳ですけど、だいぶ変わってきてるんですよ。だからあの学生さんとかって、高校生とか、高校球児とか、まあ、野球頑張ってますけども、まあ、3時ぐらいまで勉強しなきゃなんないじゃないですか。で、その後の部活動の時間だから、時間的優位性でね、まあ僕は生活保護者で時間があるから、そういうふうに体のトレーニングしようと思ったらできるから、体作りができるんですけども、あ、ちょっと高校生の人たちはそこまで時間的優位性がないから、まあ、だから42歳の生活保護者に、同じぐらいの身長にの人間ですよ、基本的に。多分腕相撲で、ほとんどの人間が僕に負けると思いますよ。だからそういうふうなことも一応言っておけばね、ちょっとテレビ出たぐらいでね、調子乗るような、コーラにね、どうせお恥かくよと、あの人、本気で体鍛えてきて、腕相撲でテレビでみんなの見てる前で、その絡んできた経緯とか全部含めて全部オープンにして、俺と一緒に腕相撲できるって言って、早口から手に入れって、どうせ絶対そうなりますから。体めちゃくちゃ鍛えたことあるか本当にわかるんです。どうせ大したことないやろ、お前らの方がって。そういうふうな部分でですよ。で、違う部分で僕は本当は競ってるんです。どれだけ人を助けたかが本当は強い人間ですから。いいですか？これ、本当に猛勉強とかして、いろんな根性を本当に死に物狂いで発揮して、で、答えにたどり着く解決策を見出していかなきゃなんない。それにはものすごい猛勉強をしなきゃなんない。その壁を突破しなきゃなんない。これもうテレビ出て本当のこと全部話したら、見てる視聴者の皆さんが絶対分かりますからね。だからもうそんな若手の二十歳そこそこのジャニーズ程度の人間が僕に絡んできたこと言われたら、もうジャニーズさんが崩壊しますよ。本当に売り上げが。で、バンドマンの復活。もう別に僕はそれでも言っちゃいいし、僕と仲のいいジャニーズの人だけ残ってくれたらいいなぐらいの感覚しかないですからね。はい。皆さん、もしタトゥーを入れてるような人がいたらね、黒夢の清原さんがね、タトゥーを入れてるっていうのはちょっとショッキングで、まあ、その辺、どこの誰に誘われて、どんなところにそんな堀氏がいるんだって、堀氏ごと捕まえたいんですね、僕としては。で、裁判所で裁判して。で、どちらが被害者かっていうと、騙された清原さんが、清原さんが、Like a Angel っていう曲とかをね、歌ってた、黒夢っていう、その当時有名だったバンドがあるんですよ。その後、サッズっていうバンドに変わったんですけども、誰が、どうせ暴力団絡みなんですよ、堀氏っていうことは。もうそこは暴力団と繋がってる人間か、暴力団そのものかの、人間ですから、で、まあ、だから、清原さんとしても、例えば入れちゃったから、もうテレビ出れない存在ですし、気合入れてね、レーザーで肌焼いて、タトゥー消してください。で、またテレビでね、Like a Angel 歌ってくださいよ、ひときさんたちと。僕はあの曲は大好きなんですよ。まあ、他の曲も好きな曲、黒夢としてもあるし、サッズとしてもあるし、東京とかね。だからその辺のところで、海外の人たちに、日本の歴代の
日本の歴代のバンドマンっていうのを僕のホームページに上げていて、いろんな動画にアクセスできるんです。そういう曲の動画にアクセスできるようにしてるんですけども、まあまあ事前事業みたいなもんですよ。それしようと思ったら、そのホームページをプロとして、契約しなきゃならなくなって、契約してるんですけども、年間で1万6000円ちょっと、お金支払わなきゃならないんですよね。で、それが、皆さんがアクセスしても、その、掲載されてる著作権をお持ちの方たちのところにお金が入っていくだけであって、まあ、ただお金が入るっていうことは相当な再生回数がないと、お金入らないですからあれなんですけども、音楽業界の人たちも含めてね、ちょっとみんな僕の、YouTube で喋ってる内容とか、あの人、淡井さんがどんなことを言ってるんだろうっていうところでね、まあ、ちょっと見てほしいなと思います。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。また音楽業界についてなんですけども、皆さんへの、まあこれは音楽業界とかテレビ局の方たちへのお願いなんですけども、まあ僕からの提案でね、欅坂っていうものが出来上がったんです。で、その後名称を桜坂に変えたんですけども、これね、習近平国家主席に日本に首脳会談に来ていただくときに、こういう、僕はこういうメッセージを送ってるんですよ。桜が咲いてる、いい季節に、ぜひ来ていただけたらいいんじゃないかなって思ってるんですって、まあまあそれは もちろんあの総理とあちらの、まあ政府、まあ中国の政府が話し合って、段取りスケジュール、組むんですけども、まあそういう話があったらね、桜坂も、注目してもらえるし、それでね、僕、桜坂っていう名称を書いたんですけど、その首脳会談が、コロナウイルスで全部話が止まっちゃって、いい話もういっぱい用意してるのになって、もう、山積み、世界中がものすごい大感動するような話、山積みになってんのに、みんないいからその話に乗っかってきて、一気にその勢いで、全員で押し切っていくからな。でも、もうそれでね、もうスタンバイこちらもういつも OK っていう形になってるんですけどね。まあそういうところが未だに進んでいかない歯がゆさがあるんですけども。とりあえずね、秋元康さんもうちょっといい曲、桜坂に回してもらえますか。ちょっとね、曲のクオリティがね、最初の欅坂で僕からの提案した頃の、3曲、4曲ぐらいの頃と比べたら、クオリティが明らかに下がってる。で、あのクオリティじゃ、そんなに動画の再生回数伸びないんですよ。その辺の曲ぐらいにしか僕には感じられないんです。だから、もし、曲作りに関して、欅坂、桜坂、やっぱり僕からの提案のところだから、まあ、僕の意見を尊重してほしいし、まあそこはウィンウィンの関係で言いたいし、何が言いたいかっていうと、日本の歴代のバンドマンの人たち、そのもうバンド活動をやめてしまった人たちなんですけども、明らかに曲とか歌詞を聴いていただいたらわかると思うんですけども、超一線級なんですよね。あの人たちに、もう一回曲作ってみませんかって、私たちに歌わせてくださいっていうことで、ちょっと話持ちかけてくださいよ。自生堂の響さんも僕と同い年で僕のこと知ってますし、まあ、これはちょっと特殊なんですけども、テレビに自生堂の響さんが出てるんじゃなくて、今ジャーナリストとして、活動してるんですね。まあ、それは僕は勧めたからかもしれないし、もともとバンド辞めた時にジャーナリストの道へ行こうって思って進まれたのかもしれないんですけども、まあ、テレビの回線使ってね、受け答えしてるんですよ。響きですけどもって、最初にディシードって言ってくれなかったら、急に響きですけどもって言われたら、僕も経済界とかといっぱいいろんな話してるから、僕ホテルマンだし、ね、バーとかでも働いていたことあるから、サントリーの響きってあるじゃないですか。あれ世界でも通ってる、有数の、一級品の、ウイスキーなんですよね。まあ、海外からの、まあ、ね、フランスの、LHM、なんとか、まあ、なんとか、トップの方はアルノーさんですよ。いろんなブランド企業の集合体。いろんなブランド名の、有名な、高級なものありますけども、多くのところは、あそこの、そのアルノーさんのところの会社で、一本化されてるんですよね。だから、超大企業ですよ。世界でも5本の指に入るぐらいの長者
番付で見るとね、5本の指、そのアルノさんのその収入ね、まあ、それぐらい大きなところとのつながりも僕はありますから、だから、あの、押し切り萌えちゃんっていう、まあ、まあ、押し切り萌えさん、まあ、もう30超えたところか、もう僕と同じくらいの年齢が、今はもう40代なんですけども、まあ、僕からの提案でね、すいません、ちょっとパリコレクションを、うちの日本人のモデル、押し切り萌えっていう子いるんですけど、ちょっと出しちゃってもらえませんかって言った、って頼んで、で、出してもらったんですよね。僕から頼んだら世界中の有力者の方たちが、あ、いいよって、こう、そういうこと、許可いただけるんでね、芸能界よく分かってください。僕はしちゃダメだっていうことはとにかくしないでください。麻薬覚醒剤当たり前。まあ、暴行事件とかも絶対ダメ。僕も人間だからもういろいろ腹立つことあっても人殴らないように頑張って耐えてるから。で、エロの写真集を出さない。これは下着以上の写真集を出しちゃならないって何回も言ってる。で、もうそれを出し、いまだにもう出す人間もどんどんテレビ局が排除していくから。もう、テレビ出たい人なんかいっぱいいるの。ね。ニコルが下着の写真集を出したらもう、テレビ局は出入り禁止にしてくれと。で、雑誌でも、まあ、載せれる連中いるんだったら、そこは淡井圭介に対する宣戦布告だと見なすと。まあ、そういうふうなことで僕は述べてるんですけども、エロを売ってるのは基本的に暴力団ですからね。キャバクラ、銀座のホステス、もう性風俗なんか絶対そう、DVD とか、あれ全部暴力団が、会社として運営してるって、もうなんで会社として認められてんねん、これだけこんなに法律あんのに、今まで裁判所の裁判官、一体何の判決を下してたんだっていう、もうものすごい怒ってるところを、確か SD カードで送ったと思うんですよ。で、それで前から山口密に待ってしまえって。8兆円も売り上げあるような、金は力やって、暴力団拳銃撃っとうようなところ、そんなお金も、こんな危険な組織、世界で一番、マフィアとかの中で、山口組、日本の山口組が世界で一番大きな資金力を持ってたんですよ。金は力だから、絶対ダメって。もうええから、そんな力持たせたらあかん、三つに割れって。この淡井圭介の意見に、ついてこれるところはどこやって、もう山口組割って、三つに割れて、一番ちっちゃいところが200名から300名ぐらいのところかな。まあ、そこは僕の言ってる意見をだいぶ取り入れていて、神戸山口組が僕の意見をちょっと取り入れて、まだエロの業界から抜け出せてない。で、ただ、神戸山口組に関しては、自分たちの方から、組3つに割れてから、売ってない。発砲事件起こせない。だけども、高田会はしてしまった。発砲事件、こっち、神戸山口組の方でしてしまった。淡井圭介があれだけ銃撃つなよ言うてんのに、いいか、片桐の方が絶対上やからな。暴力団の方が下やからな。ええか、警察官だけじゃないぞ。刑法を使えるの。自衛隊も刑法を使えるからな、刑事訴訟。目の前に戦車出てきたらお前らどうやって抵抗すんねんって。どっちが上か戦力上か分かるやろって子供でもって。まあ、こういうことですよ。いろんな仮面をね、僕も突破してきました、ね。もう工藤会一番九州で凶悪だった工藤会も、もう土地も建物も消滅してますから。ね、まあ一応、こう言っておきますよ。世界最強の、ね、軍事力を誇るアメリカのオバマ大統領の時に頼みましたよ。山口組の口座全部資金凍結してくれって。こんなもんおかしいで、こんなのこいつらお金持たせてたら何するかわからへんって。で、ロシアの方にもお願いしましたよ。調べてみましたけども、ロシアから、鉄砲流れてきてるんですけども、暴力団が買ってるんですけども、それちょっと、プーチン大統領の一例のもとで、もう日本に絶対、武器、横流しするなよと、してくださいっていうことで、もうそういうふうなところでも止めてもらってますからね。で、中国とか北朝鮮も含めて水面下ですけども、表立ってのニュースで、僕が頼んだことなんか出てきてませんけども、全部僕から頼みましたからね、麻薬作ってる時のルート、作ってるところの、その、日本への密輸ルート全部教えてって、これで海上での摘発量、多分な、100倍以上の摘発量に一気に跳ね上げて、もうこれで、
陸上のね、警察官が走り回って売人とか、麻薬を売ってた人間、麻薬を売ってる人たちも本当は被害者なんですよ。暴力団の世界に巻き込まれて。暴力団の金稼ぎに利用されてしまってるんですよね。あんなもん持ち始めたらもうその世界から抜け出したくてもう抜け出せない。彼らの根性はそんなにある方じゃないから、その世界に走ってしまう人ってね。僕は30歳ぐらいでタバコをやめれましたよ。禁煙するのって根性いるじゃないですか。禁煙できるかどうかでも根性あるかどうかわかるんですよ。だから経営者とかでタバコ吸ってる人間とか見たら、僕からしたら、それだけで、あ、この人根性ないなって僕は正直心の中で思います。なので、それは国会議員の人たちでもそうだし、それで根性比べってできるんですよね。やめれるかやめれないかっていうところ。タバコなんかほとんど輸入品ですから、貿易輸出入の話があるんだから、それぐらいの根性ちょっと見せてくださいよっていうことですよ。ちょっと長くなりましたけども、一旦この辺で終わります。皆さんご清聴ありがとうございました。